美容健康愛チャンネルの柿内愛です。今日は私が20代の頃に突然金属アレルギーになって、あとその後にアトピーにもなって、あとそれ以外にも一過性の突然のアレルギーとかで悩んでいた時期があったんですね。で、そのアレルギーをある方法で全部克服することができたので、そのお話をさせていただきたいと思います。なので、アレルギーでお悩みの方や周りでアレルギーで悩んでる方がいらっしゃれば、ぜひともご覧ください。私がですね、20代の頃に突然金属アレルギーになって、金属をつけると、例えばこういうピアスとかをつけると真っ赤っかに腫れて熱を持って、もともと含み耳なんですけれども、それがさらに倍ぐらいにバーンって腫れて、もうとてもじゃないけど痒くなるので、ピアスとか指輪とかネックレスとかも一切つけれなかったんです。で、その後アトピーになって、もう肘とか、こういうところですね、肘とかももの付け根とか、あと書きすぎて血が出たりとかで、書きすぎてる部分っていうのが色素沈着を起こして茶色っぽくなったりとか、眠れない日々とかが続いてました。ご縁があって栄養学のセミナー行った時に、ほとんどの病気の原因は生活習慣ですよっていうことが分かったんですね。今から思えば、その食生活、昔若い時は、食生活そんなに良くなかったので、その食生活の積み重ねで体が限界まで来て、アレルギーがドバッて出たんだと思うんですね。で、最近はもうアレルギーの原因の9割は腸ですよとかって言われてるので、今になってみればいろんな原因っていうことが分かってるんですけども、私たちがまだ20代の頃って、もう20年以上前のもう大昔のことなので、原因不明とか言われたりとかしてたんですね。で、そこで私が食生活どういうふうに変えていったかっていうのを今からお話をさせていただきます。まず大きく変えたのが6つです。一つは、毎日使う調味料を無添加のものに変えました。例えばお砂糖だったらきび糖、お塩だったら海からのお塩っていう感じで、調味料をシンプルに天然のものに変えるだけで体もだいぶ変わるんです。特に家庭でお料理とかされて自炊されてる方は、調味料こだわるだけでもだいぶ体って変わりますよ。で、続いて2番目、お水をたくさん飲みましょう。で、お水ってね、すごい重要なんですよ。お水をたくさん飲むだけで体の中の毒素っていうのが結構解毒できるんですね。でも、お水って何でもいいわけではなくて、できたら水道水の塩素とか入っていないミネラル水を取りましょう。でも浄水器がなくても安心してください。私がですね、過去にご家庭の水道水をミネラル水に変える方法っていうのを YouTube で投稿してますので、そちらを詳しくはご覧ください。こまめにお水は取りましょう。続いて3つ目、若い時は私結構肉食だったんですね。で、やっぱりね、お肉って解毒をするのに体の中の消化分解酵素とかがすっごく奪われるんです。なので、できたらお肉は取りすぎずに野菜中心の食生活に変えるだけでも体に負担がかかりにくくなるので、だいぶ体って変わるんですね。でも、お肉が多いと腸にとっても良くないので、悪玉菌がどうしても増えてしまうので、毒素が結構多くなってしまうんですね。そうすると、やっぱり毒がいっぱい溜まるとアレルギーになってしまうので、できるだけたくさんの毒を排出していくっていうことを意識していただきたいんです。で、続いて4つ目、4つ目は酵素を意識して取りましょう。で、例えばですね、酵素の多いっていうのが、例えばフルーツであったりとかすると、リンゴとかキウイとか、あとお野菜もフレッシュな生のまんまの野菜、生のものっていうのが酵素が多く含まれているので、できれば植物性の酵素を取っていただくんですね。で、先ほどもお話しさせていただきましたが、体に悪いものとか入ってくると、それを分解するのに体の中の酵素っていうのがどうしても奪われるんですね。なので、特に食生活悪い方は酵素は多めに取っていただいた方がいいです。なので、私もフルーツとかは意識して取ってました。で、続いて5つ目です。糖質はできるだけね、控えていただいた方がいいんですよ。私もね、炭水化物結構好きで、インスタントラーメンとか結構多かったんですよね。で、あれね、インスタントラーメンって結構癖になってしまうんです。
なので、炭水化物糖質っていうのを控えていただくだけでも、体の中の腸内細菌、いい腸内細菌がすごく増えるので、なので食物繊維をたくさんとって糖質の吸収をできるだけ抑えていただきたいんです。で、最後6つ目、乳製品はできるだけ控えました。で、例えばですね、牛乳の代わりに豆乳使っていただくとシチューも作れるんですよ。で、それとか、あとヨーグルトとか好きな方、私結構ね、牛乳はもともと嫌いだったのであんまり取らなかったんですけど、チーズとか、あとヨーグルトとか結構取ってたんですね。で、例えば乳製品、そのヨーグルトをですね、今は豆乳ヨーグルトっていうのが売っていて、それ結構美味しいんですね。で、そういう植物性のものに変えていただくだけでも全然体って変わるんです。その6つを気をつけてただけで、気がついた時には金属アレルギーも、あとアトピーも、あと私ね、そのアレルギーが重なってた時に、一過性のドバって疲れた時とかに全身ホラー映画に出てくるようなぐらい体がパンパンに腫れて真っ赤っかになって、カイ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 って言ってもうすごい書きまくってた時期があったんですね。で、そういうのも全く全部なくなったんですよ。なので本当に食生活っていうのがいかに重要かっていうのが本当にもう自分の身をもって分かったんですよね。で、やっぱりね、食生活が悪かった頃って私ね、すごい老けてました。今は私ね、孫がいてるんですけど、孫を連れて歩いてたら、お子さんですかとか言って嬉しいことを言っていただけるんですね。ところが私ね、若かった時に20代なのに、もう結構30代とかに見えられたりとか、友達と歩いててもお姉さんですかとかって勝手に言われたりとかで、結構ね、食生活悪かった頃って逆に今より老けてたんですよ。なので食生活を変えるだけで見た目もこんなに変わるんだなっていうのはすごく感じました。でね、アレルギー改善して、まずね、かゆみとかがなくなったらね、本当にね、すっごいぐっすり眠れるんで、もうめちゃくちゃ天国なんですよ。なので本当に毎日毎日の積み重ねしかないんですけれども、その先ほどご説明させていただいた6つのことを意識していただいたら、体も健康になってアレルギーが少しでも良くなれればと思います。けどそうは言ってもなかなか食生活って変えるのが難しいかと思うので、今はそれに代わるすっごくいいものを見つけて、それが私も今すごく毎日とっていて、でうちの孫も大好きなものなんですけれども、その飲むサラダのお話はちょっとお話が長くなったので、後編の方でそのお話をさせていただきます。では少し長くなりましたけれども、本当にアレルギーってすごく辛いです。私もすごくわかるんですね。で、食生活を変えるとお肌もすっごく綺麗になるので、もう自分の悩みっていうのが本当に解決できるんですね。で、お肌が綺麗になるだけで心も本当に明るくなるので、なので食生活、皆さん今日から参考にしていただければと思います。では今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。